キャリアの授業っていうのは私はまあ教室で主にやってるんですけど、まあ、どうしても教室の場合っていうのはあの話メインで ある程度型が限られてるんですよね。でも一緒にキャンプをすると予想できないことが突然起こったりすると、そういう時に誰かだけがそれに取り組むんじゃなくて全員が協力して何かをするっていうのはやはり自然の中の出来事だから一緒にそれをやっていこうよっていうのが心にこう訴えかけるものが大きいと思うんですよね。そこで一緒にキャリアとは何だっていうのをですね、実体験をしながら感じていく、学んでいくっていうことが今回の KG キャリアキャンプの大きな狙いだと思います。まずは自分を知る、自分の価値観に近づくっていうところで金の糸を実施しました。自分がまず何が好きなのか何が苦手なのかってことを知って、で好きなことを伸ばせるっていうような企業やその概念、そういう社会があるってことを知れたっていうのはすごく自分の中でキャリアアップにつながったのじゃないかなと思っています。僕が3回生で就活間近っていうことがあって、みんなの顔が見えない中でその自分の本音とかその不安な気持ちとかを聞いてもらえて、ちょっと自分の中でも楽になったかなっていう感じがしてとても印象に残りました。我々運営チームもキャンパスライフにこう帰ったような気持ちで、学内でキャンプをするっていうのは本当にスノーピークとしてもかなり新鮮な取り組みだったので、我々も楽しみながらキャンパスの中でキャンプをするっていう非日常を、まあ学生さんにも楽しんでいただけたらよかったなと思いました。社会人の話っていうのは自分たちも学生時代ありましたけど、学生時代に予想してた自分とは違う自分に出会ってたりするんですよね。だからそこで今の学生たちに対して今の自分っていうものが全てではないし、今の自分を社会に出てどうやって生かしていくのかっていうのをいろいろ模索して考える時期だと思うんですよ。失敗を経験と思うっていうのがすごく僕の中で響いて、で僕は失敗したらかなりネガティブな方向に捉えてしまって、そこを自分の成長として捉えられたらポジティブな気持ちとして それを捉えられるかなというふうに思いました。就活をしてるんですけど、レジャー企業っていうのを考えたことがなくて、その人たちがどのようにそのマスターリフォーサービスを体現しているのかっていうのをそのトップの人たちから聞くことができて、すごく新しい一面を知ったといいますか、自分の中で発見があったと思います。